トツカー警部シリーズ下り特急、富士殺人事件、下り特急、富士殺人事件は、西村京太郎の長編推理小説。1983年に公文医者から刊行された、北起業殺人事件で逮捕された元刑事、橋本豊のその後が描かれる作品。ちなみにこの作品の中盤で、橋本は5人逮捕されてしまうが、彼は、 後の作品でもたびたび逮捕されてしまう。かつて恋人をレープした犯人5人組をはるばる北海道まで追いかけ、次々と復讐した橋本豊元刑事は事件後、網走刑務所に服役していた。元刑事ということで刑務所内でも異端扱い避けていた橋本は日頃の恨みを晴らそうと襲ってきた男からかばってもらったことで、 宇の新平という老受刑者と知り合った。その宇の受刑者が橋本をかばった時についた傷がもとで死亡。そのことを出所する直前に知らされた橋本は後悔の念に苛まれることになってしまう。そして出所する当日、刑務所長から宇のの遺品を東京在住の宇のの知人に届けてくれるよう頼まれた。橋本は刑務所前で彼を待っていた女性記者。 青木昭史と一緒に東京へ、刑務所で教えてもらったその人物、小田切忠のもとを訪ねるが、そこで待っていたのは、なんと小田切の偽物だった。それに気づいた橋本が偽物を追っ払うと、今度は本物の小田切から電話がかかってきて、特急富士の中で遺品を渡してくれないかと頼まれる。橋本は昭史を伴い乗車。その直後から、 橋本の取ったコンパートメントが何者かに家探しれたり、小田切の恋人を名乗る謎の女が接近してきたりと異常事態が続いた。小田切らしき人物が車内から突然と姿を消してしまうというトラブルを経て、一行は佐に到着。異変はここでも続き、ついには秋史が誘拐されてしまうという最悪の事態へと発展した。果たして、 橋本の旅路の執着には何が待っているのだろうか。宮崎県警、ありがとうございます。